ここから遠いある国にシンデレラと二人の義理のお姉さんが暮らしていました。意地悪なお姉さんたちは家事をすべてシンデレラに押し付けます。ある日、三人は買い物に出かけます。いろんな店を回っては買ったものはすべてシンデレラに持たせました。ねえ、疲れちゃったからこれも持ってよね。カサンドラは、遅いわね、他の店にも行くのよ。シンデレラは辛抱強くついていきます。しばらくするとボロボロの服を着た男性とすれ違います。彼が助けを求めようとしたその時、邪魔よ、どいてとジザベルが叫び、物乞いの男性に見向きもしません。しかしシンデレラは放っておくことができず、持っていた買い物袋を一つ差し出しました。男性は喜び、シンデレラにこう言います。なんて心の優しい人なんだ、あなたに幸せが訪れますように。すると義理のお姉さんのカサンドラが叫びます。油売ってないで早く来なさい。シンデレラはお姉さんのもとに駆け寄ります。夕方になり、やっと家に帰ってきました。買ってきた服を嬉しそうに眺めるお姉さんたちは、買い物袋が一つなくなっていることに気づきます。袋がないわよ、どこに隠したの？とジザベルが叫びます。羨ましそうに見てたでしょ、盗んだのね。いいえ、盗んでないわ。それじゃあ、あなたのせいで盗まれたのね。二人が責め立てるので、気の毒な男性にあげたのだと正直に話しました。それを聞いたお姉さんたちの怒りに火がつきます。その時、誰かが家の扉をノックします。それはその国の王子様でした。王子は家に入るとこう言います。ここに貧しい男性を助けた女性がいるはずだ。するとお姉さんたちは、私よ、私で間違いないわと騒ぎ出しました。私が親切なことは国中が知っています。二人は言い争いを続けていましたが、シンデレラに気づいた王子は奥の部屋へと向かいます。見かねたシンデレラは、男性を助けたのは自分だと話しました。嘘よ、王子様、信じないでください。すると王子はシンデレラの手を握り、こう言います。嘘じゃない、知ってるんだ、あれは僕だったんだ。シンデレラは嬉しそうに王子の手を握り返しました。そして王子はお姉さんたちにこう言います。僕はいつも庶民のことを考えているから、物乞いに変装していたんだ。お姉さんたちに返す言葉はありませんでした。こうしてシンデレラは王子様と幸せに暮らしました。良い行いをする人は誰でも必ず報われるのです。